競馬予想雑談です。今週もゲスト春兄と鮭さんです。はい、はい、こんばんは。はい、では早速先週の戦績の振り返りです。先週天皇賞春でした。で、タイトルホルダーとディープボンド軸で上げて、まあ、見事ワンツーフィニッシュで、そこに帝王ロイヤル来て、50通り以上、プラスの、まあ、収支となりました。振り返ってどうですか？まあ強かった。そうですね。もう ぶっちぎりだったね。なんか何の不安もなかったですね。なんかもう前行っちゃったね。さーっと逃げて、あそこからの前行ったのもびっくりだけど、シルバーソニックの落馬もびっくりだけどね。ちょっとそうなんですよね。そこが結構心配されてたんですけど、ただその後、結構 YouTube でも上がってたと思うんですけど、シルバーソニックが起き上がって、バウン車まで歩いていくってところの動画だったり、あとは、公式の、多分旧車サイドの方が Twitter の方で大丈夫だったっていうふうに、連絡しているので、まあ、特に何もなくてよかったって感じですね。ただ、川田、まあ、ジョッキーがいなくて、だから、そのね、他の馬と比べて、まあ、斤量でいうところで50キロぐらい軽いわけなんだけど、それでもあのタイトルホルダーにあそこまでついていくっていうのは、意外といいんじゃねっていうね。なんか、そうなんですよね。はいはいはい。いやー、本当に、まあ僕、まあ個人的なことですけど、帝王ロイヤルの返し馬見て、これちょっとやばそうだなと思って、帝王ロイヤルからシルバーソニックに変えて、この結果になって、あれ、僕がちょっと逆髪になってるのかって、ちょっとわだわだしてしまったんですけど、まだびっくりしたよね。ガシャン、角度的にガシャンってゲート出たら、ジョッキー乗ってないのね。そうなんですよね。いや、なんか久しぶりに、なんかこう、落馬の悲鳴っていうのを聞いて、ね、実況も最初気づいてなかったからね。そうですね。スタートしましたって言ったやつ、なんか、多分悲鳴で気づく系ですね、あれは、多分。まあね、会場にいたら、まあ、っていうのと、よく、まあ、タイトルホルダー大外枠からサクッとあんな一瞬で前にいたなっていう、ね、そうなんですよ。中継だとシルバーソニックに鞍上がいないの時にもうスッと前に行ってるんですよね。びっくりしちゃったよ。なんかゲートもよくって、であんな外枠でねえ難なく前出れて、これはもうこの年もちょっと、そうですね、秋の、またあれですね、菊花賞連覇とか、なんか見えてくるんじゃないかなと。秋が楽しみになる春でしたね。そうね、まあ、菊花賞連覇は存在しないんだけどさ。いや、なんかそれをなんか彷彿させる走りでしたよね、なんか。まあでもすごかったよね、とにかくね。まあ、ディープボンドが、やっと取れるチャンス来たかなと思ったけど、やっぱり2着だったっていうのはちょっともうかわいそうだなと。そうですね。まあ多分これはこのまんま多分引退しちゃうだろうなっていうね。次だから出て宝塚かな。いやー、ペース早いな。ですよね。まあ、ジャパンカップかな。ですよ、ね。有馬かな。まあ、どの位置有馬で引退だろうね。そうですね。まあ、子供に勝つという感じになるとは、ね。まあね。まあ、そんな有馬もタイトルホルダーに邪魔されるのかもしれないけど。どうですか、ね。エルフォーリアとかね。まあ、なんで今回が絶好のチャンスをちょっと逃したら痛かったねっていう感じだけど、タイトルホルダーおめでとうで。そうですね。横山お兄ちゃんおめでとうっていうね。そうですね。お兄ちゃん。では、まあ、過去の収支、まあ、マイラーズからの振り返りとしては、まあそうですね、現状は 71% というところで、まだこれは今後続けていきたいなというところで、ね、さっと過去の成績でしたと。はい。では、はい、さあ来ました、東京 G1。6週連続 ?5 週連続だね。5週連続か、そっか、先週の
阪神の、NHK ビクトリア、オークスダービー、安田記念と。やべえな。まあ、その、やべえな。第1弾ですね。うん。はい。まあ、この面々ですけど、どうでしょう。全然わかんない。そっか。まあ、ゴト、セリフォス、インダストリア、ジャングロ、マテンロ、オリオン、ダモン、スコーピオンってとこになるんだろうけど、有力馬は。あとまあ、個人的には、ソネットフレーズ。まあ、プルパレイがどこまでいけるかなっていうところのプルパレイ。そうですね。っていうとこかな。まあ、そうですね。結構、この今いる馬たちって、まあ、誰かに負けた馬っていう感じ。まあ、ジャングロは、まあそうですね、ちょっと勝ってはいますけど、まあなんか、結構、実力は均衡なんじゃないかな、というふうな、僕はそんな印象を感じます。圧倒的に。まあ、この中で雪辱に燃えてるのは多分耐性ディバインだと思うんだよね。ファルコンでプルパレイに負けて、アーリントンでダノンスコーピオンに負けて、2着2着で来てるから。そうですね。確かに、ここいらでちょっとまた急成長して、その雪辱を晴らして、まあ、クラシックへっていう感じ。あるかなと思いますね。じゃあちょっともうこの厳選馬からちょっと解説していきましょうか。そうだね。今一番人気はセリフォスになるのかな。更新セリフォスです。まあそうだよね。まあ結構オッズ割れてくるんじゃないかなと思ってんだけど、まあ多分セリフォス一番人気でしょうというところで、セリフォス、お父さん大和メジャーのジョッキー、福永ジョッキーで、斤量57キロ背負いますと。まあ、成績安定してるよね。そうですね。まあ、強えなというところなんだけども、まあ、とりあえず、新馬戦は中京で、まあ、先行して上がり2位のセラシー使って勝ちましたと。で、その時2着だったのベルクレスターなんだけども、1馬身ハンサーを取ってますよと。で、ベルクレスターっていう馬自体もね、決して弱い馬じゃないんですよ。その後の未勝利圧勝して、アルテミスで2着に入って、クイーンカップで3着と。で、そんな馬をまあ、サクッと倒したセリフォスって強えなというのは正直な印象。で、まあ、そのまんまの、勢いで、新潟2歳も、あっさり勝っちゃって、そこでもうサクッと重賞ウィナーになっちゃいましたと。まあ、強いよね。とにかくね。で、NHK マイルに関してなんだけども、新潟2歳を勝った馬っていうのが過去10年間のデータで見ると、0、2、1、4って割といい成績残してんだよね。なので、まあ、それなりに構想するんじゃないかなと思ってますと。で、前走のデイリー杯2歳ステークスで、この時初めて右回り走ったんだけど、ここでも上がり最速の足使って勝ってて、これでまあ重賞2勝目になりましたと。で、ダイワメジャー3区で2歳で重賞を勝った馬って、これまで10頭だか、いる、確か。で、そのうちの4頭が G1 馬になってんだよね。はい。で、その1頭でボバだと、まあ、アドマイア・マーズがいるわけなんだけども。まあ、なかなかだなと。で、まあ、なんであれ3戦3勝の無敗で、朝日杯に出ましたと。
でそこで初めて2着っていう成績を、残しましたと、うん、で、その時勝ったのがドーデュースだったんだよね。ドーデュースですね。うん、ドーデュースも強かったね、うん、うん、強かったんでまだ引退しないけどさ。いや、強い馬だよねというところで。ただまあ、全然悲観的になる成績じゃないと思うし、うん、もう、このローテーションって割と、もう朝日杯からの NHK 直行って割ともう今では普通になってきてる直行ローテなんで、うん、しっかりと鍛えてきてんだろうなと。だから4ヶ月半の休みっていうのは別に特にそんなに気にするないんじゃないかなと思ってます。はい。うん、で、不安な部分に関して言うと、この、セリフォスって、まあ、母父になるんだけどね。まあ、もうこれは半ば無理やりよ、うん。結構強いんだけどさ。半ば無理やりなんだけど、ナスルーラ系なんだよね。うん、で、その馬の成績っていうのが、00125なんですよ。なので、で、それが5番人気の、5番人気以内の馬に関しても0006なんだよ。へぇー、あ、そうなの？なので、要は来てねえっていうことなんだよね。あ、父。うん。あと、まあ、折り合いの部分に関しても気象が決していいっていうわけではないので、まあ、その日の、落ち着き具合っていうところもちょっと気になる部分だなっていうのが、半ば無理やりの。不安材料です。はい。うん、ということは、じゃあ、まあ、セリフォース自身がこれまで歩んできた歩みに対してに、まあ、ケチはつけれなかったってことですね。うん、強いよ。うん、はい。この馬は強いよ。うん。一番人気がそうだろうなっていう感じ。うん。うん、で、次がインダストリアかな？はい。まあ、レーンさんが来てるんで、レーンさんが今回乗るわけなんだけども。はい。これまでに4戦して2101と、いい成績残してます。で、その4戦すべてで上がり最速の背足使ってます。はい。唯一、要は着外となったのが、弥生賞ですね。になりますと。うん。で、東京戦8で行われた新馬戦に関しては、2着でした。まあ、惜敗ってやつだと思います。うん、で、まあ、展開的にもあんまり向かなかったのかなっていう部分あるんだけども、まあ、瞬発力勝負になったねっていうとこです。で、ただ、まあ、次の未勝利戦ですぐ走って、まあ、サクッと勝ちましたと。で、この時も、スローからの瞬発力勝負だったんだけども、まあ、ここはうまく差し切って勝ったねっていう感じでした。で、前々走の、ジュニアカップに関しては、2馬身半差の、差をつけて勝ちましたと。で、ここも初の右回りで、ここも問題なくこなせましたねと、うん。で、5着で負けちゃった弥生賞に関しては、まあ、距離がどうのこうのっていうよりも、折り合い書いた部分があったんだろうねと、うん、いうことだと思ってます。で、4カドで外を分回す競馬をした馬に関しては、きっと厳しいレースだったなっていう感じ。なので、今回そのマイルに短くしたっていうのは、まあ、いい材料なんだろうなと思います。で、まあ、さらにレーンジョッキーが乗るからね。多分もうガンガン押してくると思うから。ガンガン押してくると思うから。で、さらに東京競馬場だからね。広くグイ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 押せるから、上がり最速で来てる馬に関しては、すごくいい場所なんだろうなって思ってますね。うん。で、まあ、不安材料に関して言うと、こんな馬も正直あんま不安材料はないんだよね。うん、で、まあ、いろいろと調べていく中で、レーンジョッキーの、東京の1006の G1 の成績っていうのは1005なんで。1005。ああ、へえ、うん。で、全然振るってないんですよ。で、乗ってる馬は全て5番人気ないんだけども、全然ダメですと。うん、なので、そこがちょっと心配だねっていう感じに。うん。で、あとはその、まあ、これはインダストリアの経験の中でもあるんだけど、多頭数の競馬っていうのはね、少ないんだよね。新馬戦以外では実は多頭数ないんですよ。はい、はい。
なのでそこがどう影響するかなっていう、馬が気にするかなっていうところ、あとはその前もこれ言ったかもしれないリオンディーズ3区っていうね、芝のマイルドのね重賞成績が00112とね、決して振るってないので、まあ、そこに関してもまあどれだけ影響が出るかなと、まあ、そこをレーンジョッキーがの関係ないぐらいもう首をへしょるぐらいグイグイ押してくればいけるんじゃないかと思うんだけどはいはい、はい、なのでそこはまあ様子見ってとこかな。ちなみに俺はインダストリアはいつもあんま信用してないので。あら、あれマジっすか。うん、どういうところが。なんか名前とか出た、インダストリア、うん、ちょっとウェブ版だと名前の由来が出てこないんで。いいんだけどさ、みたいな感じじゃん。インダストリアさん。そんな、いや、いいんだよ。インダストリアさん、みたいな感じ。ああ、物語に登場する架空の地名。やっぱりね。はあ。もうそういう、そういうの、もうそういうの嫌いって感じですか？もう。そうだね、なんか、うん、なんかその物語に出てくる、え？あまりピンとこないと。うん。そっか。えって。いい名前だと思うんだけどな。じゃあインダストリアからってことで。あ、出た、出た。もう国交もちょっと危ぶまれる。インドに対して。インダストリアからって、会話いいじゃん、勝手に。まあちょっと明日の、はい。パドック返し馬見てる感じですね、そこは。はい。はい、で、続いてジャングロ。ジャングロ。はい。今5番人気でした。私ね、これ本命ですね。出た。もう。前ちょっとジャングロ来ないかもとか言ってたのに。変わった。ちょっと何言ってるか分かんないです。いや、出た出た出た。出た出た出た。ちょっと何言ってるか分かんない。本当なんか。なんだろうな。ジャングローブは、強い。強い。へぇ、うん。で、ここはもうね、ナオヤンの方から、所有馬、誰の所有馬かっていうのをちょっと伝えてもらって。あ、まあ、ですね。サイバーエージェントの CEO の藤田。まあ、そういうことですよね。馬娘で有名なね、例のあれですよね。そうですね。で、まあ、まあ、お父さんがね、モアザン・レディっていう。うん、Who、はい、are you? だよね、完全にね。あ、そんな感じなんですか。まあ、ヘイロー系っていうところだけかな。俺が知ってるのは。そうですね。まあ、丸貝だからね。まあ、しょうがないんだけど。うん、で、初めて、その、藤田オーナーに、重賞ね、勝利をプレゼントした馬でございますと。うん、で、新馬戦は、小倉の1200走って3着に敗退して、で、まあ、その後もちょっと惜しい競馬が続いて、4戦目でやっと初勝利を挙げることができましたと。うん、で、阪神の1400で行われたレースで、2着以下に3馬身半差の付け手を圧勝。でもね、この馬はね、前から行く馬よ。ぐいぐいぐいと、鼻を主張する競馬が合う馬だと思います。うん、で、1006に距離伸ばして、ベゴニア賞走ったんだけど、ここ6着に敗れてます。はい、で、まあ、距離的に大丈夫なのという感じだったんだけども、その後、ま、いろいろと見てる中で、まあ、問題ないでしょうというふうに判断しました。簡単に言うと。うん、で、その次の中距離サステークスでは花を主張する競馬で、まあ、後ろを突き放して、うん、ここでもまた3馬身半差の圧勝で、さらにレコード。うん、めちゃめちゃ強いなと思いました。で、全然そのマーガレットステークスではバンテリ控える競馬から1馬身半差で勝ちましたと。うん、で、この時が、花じゃないんですよね。
要は番手でつけてるから3番手4番手ぐらいから行って、ちゃんと勝ってるっていうので、まあ、そこにもすげえなって正直思ったところだったんだよね。で極めつけは前走ニュージーランドトロフィーで、まあ、ここでマイルに対して走れるか走れないのかっていうポイントだったんだけども、しっかりと逃げ切り勝ちをしたと。そうですね。でこの馬ね、何がすげえかっていうスタートがめちゃくちゃいいのね。なのでもうまさに逃げる馬ですっていう感じで、前に行けば逃げ粘る馬です。なので切れ味勝負に持ち込んじゃダメ、うんうんうん、でそういう馬に関してはあの豊さんめちゃめちゃうまいから。そっか、めちゃめちゃうまい。要はね、豊さん今ね、後ろからぐいぐい行くよりも前に行ってそのまますっていくのがめちゃめちゃうまい。なので、そこはね、めちゃめちゃ期待してます。うん。はい。わかりました。で、不安材料というところの、2014年以降に関して、ニュージーランドトロフィーを勝った馬の成績っていうのが、10236。あ、ごめん、走った馬ね。走った馬に関して10236。で、1着馬に関しては0008なのね。へ、はい、あ、そうなんですね。なのよ。そっか。うん。で、キャリアもちょっとね、8000で実は走りすぎてる部分はあるんだよ。はい。で、8000以上走ってる馬って、あの、NHK どうなのかなってキャリアちょっと調べてみたんだけども、だから先生がね、11140なんだよね。なので、ちょっと渋いなっていうのが正直な、まあ、データだけ見るとね、正直なあれなんだけど、はい、いいと思います、ジャングロ。すごく。わかりました。うん。では続いて、人気だと、マテンロー？マテンローねー、マテンローねー。いや、強いの分かってんだけどね。どうです今回。強いの分かってんだけどさ、なんでこうも摩天楼を買う気にならないんだろうっていうのがね、まあ、摩天楼にジャングル勝ってるんですよ。前走ニュージーランドでね。うん。そうですね。まあ、その時点でもうジャングル勝ちじゃん。まあ、分かんないですよ。また、このやろ、ジャングル。勝ちなんですよ。ジャングルっつって。勝ちなのよ。そうなんですか？うん、で、マテンローリオン、ダイワメジャー3区の、横山お父ちゃん乗ります。はい、で、まあ、ここまでの成績2200。いやー、強いね。そうですね。安定してるね。うん、で、前々走の新山記念で重賞ウィナーとなりました。で、クラシック路線行かずに、堅実に前路線選んだ。もう、完全に NHK 取る気満々できてる感じで。うん。で、阪神戦力で行われた新馬戦2着に負けちゃって、で、その時は、まあ、折り合い書いた部分はあったんだけども、直線で抜け出した時には、ビュン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 追いかけてたねと。まあ、この時点で、いつの間にそこにっていう感じだったんだけども、まあ、強かったなっていう感じでした。で、2戦目の未勝利戦で、1勝クラス出たんだよね。マテンローリオン。未勝利じゃなくて。で、そこで勝ったんだよね。そんなことできるんですね。うん、いや、できるのよ。できるんだけど、たんだよね。ちょっとびっくりしたよね。強かったなって思いました、うん、っていうのが要は2歳の12月にデビューして遅咲きなんですよ。あ、そっか。そもそもね、はい、うん、で12月の12日に1戦目走って12月25日に2戦目走るっていうね、ワオっていうさ、とんでもねえな。あ、すげえすげえ、エースしてそのまま勝っちゃったんだよね。いや、強いなと思いました本当に。はい、うん、で、新山記念の方では、そこでも勝って、まあ、その時の2着から5着が差し馬っていうレースだったんだけども、まあ、そこで先行して勝ったっていうのは、まあ、強いなっていうのをそこでも感じました。うん、で、前走ニュージーランドトロフィー2着です。ここで初めて輸送を試したのね。で、NHK マイルのトライアルっていうことで、考えると、まあ、全然2着では問題ないんじゃないかなと思ってます。うんで、そのレースの後に、調教師の先生、久しぶりの部分が影響したな、というふうにコメントしてて、だから、言ってしまえば、その本番をしっとり意識して走ったんだな、という感じしました。で、まあ、全然無理もさせてないと思ってるし、ここで G1 取るかな、っていう感じかな。でも、横山お父さんが、摩天楼系の馬でめちゃめちゃいい成績残しまくってんだよね。
ね。なので、まあ、強いことは強いんだけども、うん、あの、走ってみなきゃ分からんっていうのは正直なところです。マテンドーマジック。で、まあ、不安材料の部分で言うと、あのニュージーランドトロフィー、さっきと同じジャングルと一緒なんだけども、はい、あの2014年以降、微妙な成績を残してるねっていうところ、はい、なので、まあ、それを払拭させるぐらいの強さがあれば勝てるんだと思うんだけども、まあ、そこはどうなのかなという感じかな。うん。うん。で、まあ、新山記念でのね、なんだろう。強かったレースっていうのは結構印象に残ってる人も多いかもしれないんだけども、その時2着がね、あのソルタリオなんだよね。うん、ソリタリオなんだよね。はい、で、まあ、ソリタリオ自身が、その次のレースのスプリングステークス走って、まあ、10着に大ごけしてるんだよね。うん、なので、まあ、そこでのレースレベルっていうのがどうだったのかなっていうのが正直疑問なところ。うん。うん、ではありますと。はい。はい。っていう感じかな。わ、うん、かりました。では、次ダノンスコーピオンですかね。まあ、最後にダノンスコーピオンを、ダノンスコーピオンは強いからね。スコーピオンは強いからね。スコーピオン強いんだよね。うん、まあ、お父さんロードカナロアです。ジョッキーカーダ、ジョッキーカーダジョッキーでやってるね。はい、です。で、新馬戦阪神の戦力走りまして、まあ、そこで初勝利上げてます。しっかりと、その時に我慢させる競馬やってたなっていうのが印象です。要は、まあ、競馬を教えるレースだったんだろうね、という感じでした。うん、で、この時の2着馬が、ルージュラテールか。はい。で、そのルージュラテールが、エルフィンステークスをその後走ってんだけども、そこで、要は3着に入ってんだよね。うん、で、そのレベル、レースレベルも結構高かったんです。うん、で、そこの馬に勝ったっていうところで評価がぐんと上がったっていうのが多分後々の評価が上がったっていうところがあるんだよね。うん。うんうんうん。で、朝日杯か。年末の朝日杯フューチリティを3着に、ま、構想してて、で、この時のレース振り返ると、進路の確保にちょっと時間使っちゃったねっていうところがありました。なので、まあ、しっかりと外に出したりとか前が空いてればサクッといけたんじゃないかなっていうイメージがあります。で、3歳になっての、最初のレースで共同通信杯に、走りまして、まあ、その時ね、4番人気だったんだよね。共同通信杯で。まあ、成績の割には、4番人気か、正直思ってたんだけども、まあ、この時はね、状態がね、万全じゃなかったらしいというのが後から分かった情報です。まあ、皆様どっからその情報を教えてるか分かんないんだけども、まあ、なので4番人気だったんだねっていう感じ。へぇ。うん。で、その時が初めての関東への輸送だったんだよね。で、左回りっていうのも、範囲の一つだったんじゃないかなっていう気がしてます。で、その後に関しては全部マイル路線っていうものを意識したということで、まあ、ここに関しても、まあ、全然いいんじゃないかなと。で、しっかりとそのアーリントンで、結果を残してるので、まあ、そこでも、まあ、先行馬にだいぶ有利な展開だったと思ったんだけども、しっかり末脚生かして勝ったっていうところは評価上がったなと。で、まあ、今回、安城河原ジョッキーなんだけども、さっきの、春天の落馬っていうものをちょっと除けば、最近の重賞10レースでは3331と、ノリノリなので、まあ、今回に関しても、馬券内にしっかりと入ってくるんじゃないかなと。いうような気はしてます。まあそもそも能力がある馬なので、で、3区的にもロードカナロア3区だから、当然マイルに関してはまあ実績があるっていうところを考えると、まあ当然ながら主力候補の一頭だろうなと。うん、ただこの、今現在4番人気っていうところ、はいね、まあここが、まあいろんな不安要素があってみんなそうしてるんだろうなと思ってるんだけども、はい皆さんなんでなんだろうね。
うん、なんでなんだろうね。不思議。いろいろとね、見たんだけども、まあおそらくこれかなっていうところがあって、あの、2016年からのデータになっちゃうんだけども、はい、NHK マイルに関して言うと、前走が1着だった馬、レース限らず前走が1着だった馬っていう成績はね、00026なのね。ほう。うん、でそれを、重賞に限定して見た場合でも00019なの。いないです。なんでっていうね。うん、なんでなんていう感じなんだけどさ。そうなんだ。そう、そうなるとあのトライアルレースとはみたいなね。そうですね。うん。いう感じなんだけど、で、まあ、馬券内にね、構想した4回に関して、この馬で言うと、すべてね、阪神競馬場なんですよ。うん。で、東京競馬場での、データっていうのが、まあ、共同通信杯しかないんだけども、構想するのかしないのか、まだ一走しかしないから判断が難しいっていうところ。うん、要は言ってしまえば、競馬の鉄則の一つである、未知は疑え。うん、っていうところ。なので、はい、そこら辺もまあちょっと人気4番人気に甘んじている理由なのかなというところで、まあ、アーリントンカップが前走ですっていうところもね、過去5年のデータで見ると00317、それに勝った馬に関しても00004と微妙なんだよね。なので、そうなのっていうことを踏まえるとよ、まあ、先ほどから00がばっかついてるんだけど、じゃあ誰が勝つねんっていう。そうですね。うん、だから結論から言うと、みんな自分の好きなの買えばいいじゃんって話だけど。はい。それじゃあ、皆さん、グッドラック。そうっすね。そっか、そんなことがあったのか。NHK ってね、俺の中でかなり難しいレースだと思ってんだよね。馬って基本全部マイラーなんだよね。はい。基本全部マイラーで、戦力が要は苦手です。苦手ですっていう馬はいないのよ。うん、要は若干、要は1000人までとかね、1000人に限定してる馬とかいうものに関して言えば400メートルな、ちょっと伸びんなきついねは多少あるにせよ、戦力絶対無理ですっていう馬はいないんだよね。2000以上絶対無理ですはいても、1006以上絶対無理ですっていう馬っていないんですよ。はいはいはい。なので、要は全員が適正ありと。うん、だから2000メートルで、まあずっと新馬戦から2000メートルで、まあ、あったとして、ずっと1着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 できて、1006走って、距離が400メートル短くなるから忙しくなっちゃうね、なんてことは存在しないってことなんだよ、簡単に。なるほどね。うん。なので、要は、誰しもにチャンスを与えるレースだと戦力のね、レースを思ってて。まあ、まあやっぱだから、そういうと本当素質を見られるレースというか。そうだね。まあ、今、それゆえに、本当に、誰もが走れる、誰もが出れるレースがゆえに、勝った馬って本当に強いんだなっていうところ。うん。ただ、ここで勝った馬が、じゃあ、その後、菊花賞走れますかって言ったら、多分ね、無理なんだよね。うん。うん。だから、そういうレースだと思って、選ばなきゃダメかなと。はいはい、うん、持ってます。だから本当に何度も言うけど、その誰しもにチャンスがある、うん、馬じゃねえレース、うん、最も速い、最も運がいい、最も強いっていう、そのクラシックにおける、そこには枠には入らない、うん、ああはいはいはい、うん、予想するのはちょっと難しいね。これはね、難しいよ。本当にもう、本当に話でそう。そうですね。まあ、予想はしますけど。はい。どうですか、買い物の方はもうまとまってますか。いや、まとまってるわけないじゃん。じゃあ、どうします？鮭さんと僕の方でなんか。ナオヤンの見解をちょっと
喋ってほしいな。そうですね。東京の、はい、まあ戦力っていうところで言うと、まあ以前は僕はまあディープインパクトの3区いないかなって探してそこから買ってたっていうその安直な買い方をしたんですけど、まあこの世代が変わって、まあ次のそのなんだろうな、ディープだったり、まあ次の東京に一番強い馬はなんだっていうところで、まあそこで言うと結構僕は、まあモーリス・ドレフォン、あとはまあ、エピファネイアっていうところを結構、よく見て買っています。ただ、まあ、それが、なんか、うまくハマったかっていうと、そういう感じでも、ないんですが、まあ、そうですね。結構、このメンバーで言うと、僕はでもやっぱ東京走った馬っていうのを、重視して買うかなっていうふうに思いますね。なんでかっていうと、やっぱあの長い直線走ったことないと結構早めになんか足使って結構垂れちゃうっていう、なんかそういう印象があって、その直線を一度でもなんか使っていれば結構こう長期あるんじゃないかと、まあ買って、まあ時にはちょっと当てたりとかはしているので、ああそうだな、まあそれで言うと、ああでもまあセリフォス硬いな、セリフォスかな。僕はセリフォスです。なんか、まあなんか阪神走ってるじゃんっていう感じですけど、まああの長い直線の新潟を走ってるっていうのは、まあその仮想的な、まあ、東京のまああのコースレイアウトに近いっていうところで、そこに関して、まあ、このタイムで、かつちょっとまあ東京とかなりその馬場の質とかは違いますけど、この新潟をこの秒数で、で、かつちゃんと上がりが32秒っていう、なんか結構凄まじい、タイムで走ってるっていうのが、結構ここにちょっと僕はすがりたいなっていうふうに思いますね。結構、東京走ってる馬、東京で構想している馬っていうのが、いるけど、1004とか、マイル走ってない馬が結構いっぱいいるので、そこで言うとまあ馬場が違くても、まあかなり鬼足使って、なんかそうですね、セリフォスちゃんと見てないですけど、なんかこの馬もだから左回りだったらいいんじゃないかとか、なんかそのさっき、NHK マイル見てると、なんか14番人気だか9番人気だかが結構来ることがあったんで、それで言うとなんかこういう、そうですね、オーラブリューテみたいな馬、まあ、ルメール騎手乗って桜花賞14着かよって思いますけど、いやいやちょっと待ってよ、これ左回りすごくねとか、なんか、まあ、ちょっとその辺の、そうですね、まあ、未知は疑えだけど、その未知を、まあ、解消してくれる、なんか情報みたいなところを、僕は多分今回は、まあ、馬柱からちょっと算出して、買っていくかなという感じになると思います。もともと、血統をメインになんかいろいろ、まあ、やってはいましたけど、ちょっと最近は、やっぱそうですね、前走どんな感じ走ってかとか、そういったところをまあ重視するようになったので、
でまだその経験がない馬たちなので、うん、そういったところから買うかなというふうに思います。はい、はい、では解明、はい、はい、参りたいと思います。はい、 NHK マイルカップ解明3連単フォーメーションで大丈夫ですか？大丈夫そう。はい、4番13番18番2着目4番7番13番16番18番。はい、3着目2位4 7 13 16 18。こういうことですね。4以上48通り。インダストリア、マテンロー、オリオン、切ります。出た、目が嫌いだからって。いや、名前は嫌いなんだけどそこ言うんだね。名前もそんな確か好きじゃないんだけど、まあ、レーンジョッキーがね、本当に東京の戦力の G1 っていうのはあまり相性良くないっていうのと、リオンディーズ産駒の相性も決して良くないっていうのと、弥生賞が、うん、5着っていうのがやっぱどうしても気になるんだよね。まあ、言うても、その G2 で弥生賞当然格式高いんだけど、ニュージーランドも含めて、あとま、そこら辺も G2 なんですよ、同じくね。で、その G2 のレベルで、やっぱりその1着になれないっていう部分に関しては、やっぱりちょっと引っかかるなと。ですね、今ですね、私の部屋にですね、スキーの靴が2足地面に並んで置いてあるんですけども、片方がですね、何もないのに地面で突然バタンって倒れるっていうね。これは、うん、やっぱあれじゃないですか、そういう。まあ、インダストリア。今のガシャンって音が入ったかもしれないんだけど。はい、めっちゃ入りましたね。これはなんでだろうね。これはやっぱあれじゃないですか、インダストリアルたちの、やっぱ祖先たちがてめえこの野郎っつって、何うちの子の名前で、やってんだこの野郎と。レーンが。やっぱり買おっかなやっぱり買おっかなって言ったら、こっちがカシャンと戻ったりしないか、しないか。それはそれで怖いんだけど、ね、それはそれで怖いね。で、まぁ、ちょっと理由はそれで、それよりも、それなりにやっぱ前につける馬っていうのはね、ちょっと気になってるんですよ。やっぱりまだ芝が綺麗な状態でもあるし、はい、あまりね、こう前が止まるっていうレースはなかったんだよね、今日の東京でも。なので、ちょっとそこら辺は意識したいかなと思ってます。で、マテンロー・オリオンに関しては、まぁ、当然それなりに前に行くんだけども、まぁ、割とね、ムラがあるんだよね。番手でつけるレースもあれば、後ろから行くレースもあればっていう感じなんだけど、まあ基本的にはおそらく5番と6番手ぐらいにつけるのがベストだと思うんだけど、もう今回横にソネットフレーズがいるっていうのと、あとまあキングエルメスとか、東進マカオとか、結構積極的に前に行く馬が多いんですよ。で、まあ当然ジャングルもそうだし、で、それよりもマテンローリを前につけると多分ダメなのね。鼻取っちゃうと。なんだけど、内枠でちょっと揉まれちゃうんじゃないかなと。で、多分今回ね、レース的に、前の方と後ろの方が割とこうギュッて固まって、要は二つに分かれるんじゃないかなと思ってて、ね、うん。なので、そこら辺をちょっと意識した回目にはなってます。それを踏まえて、まあ、ジャングルが前に行って逃げ切るパターンを考えてるのと、まあ、セリフォスのように、まあ、中段で構えて、そこから切れ味勝負に持ち込むパターン。で、これ切れ味勝負に持ち込むと、いや5番と6番って走るとね、マテンローリオ絶対セリフォスに勝てないと思ってるね、能力的にも。なので、まあ、鼻はまずないかなと思ってます。で、あとはその、外からのダノンスコーピオン。まあ、ロードカナロア3区っていうところの決闘と、あともうその川田ジョッキー、やっぱりまあ、前走を除いてはかなり重傷でのね、相性はよろしいので、そこらのジョッキーの力を信じてっていうところで、うん、行きたいと思います、はい、今ちょっと簡単に同じ回目を入力してみたんですけど、まあ、最低オーズとしては 150.7 倍、うん、最高だと5221倍、ね、それだ、それがいい。それソネットフレーズ3着の、うん、体勢ディバイか、
結構大変だね、それね。大変ですね。うん。あ、でもジャングロ行っちゃって、あ、そっか、ジャングロ今5番人気なんだろうな。うん。まあ、ちょっとこんな感じで、まあ、うまくいけば、まあ、最低、まあ、300% の、まあ、回収率になるかも、というところですね。そうだね。まあ、力はだいぶ拮抗してるんで、うん。誰が勝ってもおかしくないっていうレースだと思うんだけども、割としっかりと絞っていかないと、おそらく皆さん含めて点数かなり多くなってくると思うんだよ。そうですね。うん、で、その中の、買う要素としての、好き嫌いっていうのはね、別にあってもいいと思ってるんで、俺は。まあ、そうですね。はい。そういうことだと思います。うん、その好き嫌いの塊だと思うわけ。うん。なので、それを踏まえて、買われるのがよろしいかなと、思います。では今回はこちらの買い目で勝負していきます。ではまあ明日ちょっとまたライブとかやる場合はツイッターの方でご連絡差し上げますので、概要欄の方にツイッターのリンクしておりますので、まあよければフォローお願いいたします。まあ、今日はちょっと旬に、まあ、2レースぐらいですね、東京 1-2 連続で取るっていう暴挙です。そうね、まあその後ちょっとなんで教えてくれなかったんだって保護者会があったんでちょっと終了しちゃったんだけど、保護者構いの前に稼ぐ男、保護者構いもうダメだ、今日はこれぐらいにしておきますか。どうしましょう。はい、おーい、では今日はこの辺で、それでは皆さんグッドラック。はい、グッドラック。グッドラック。